ただこれもやっぱり相手の気根に合わせると、結局徹底的に刷り込まれてるのは62世日教商人だから。で、そうしたら似た宗教なしじゃなしですね。ないですかね。似た宗教本当でやってる人たちは。だからそこの方が徹底的につけばいいよね。例えばじゃあ現宗門が、あ、そうか、そういいじゃん。現宗門が堕落してる、ただれてると言って魂がいないというんであれば、あんたらその62世日教上人はその方々大方々で焼死したって言ってんでしょ。それ以降はじゃあ完全に懐石寺はもう方々の山と化したわけじゃないですかと。それがなんでその時の、発言が生きていて、そして急ににわかに今になって大聖人魂がいなくなっちゃったのかと。この辺おかしいよね。そうなのよ。まあ今に行ってきたらね、日照上人の本尊をことさらに持ち上げてきたら、このつい偽前の日教上人どうだったんだよと言ってやろうと思ってたんだけど、でも今も同じことだよね。もう一回整頓すると、お山は要は方々と化したから、言ってみればもう開山のご本尊にはもう大聖人はお住まいになっていない、方々の山にはいないと。って言ってきたら、にじゃあ日教上人の時代にさ、太宰治はその、まあ、呉服商人がもう方々だったって言ってるわけだからね。ってことはそれ以降全然もう太宰治はダメだったんじゃんと。まあ、そう言い出すとね、もう一回でも言ってやりたいこと、じゃあ戸田会長はなんで日蓮正宗を広めたんだっていうところに戻っていくわけですよね。だからまあそういうことにもなるし、今更始まったわけじゃないじゃんって。でもあんたらはその戦後、この平成のこの発表、まあいいや、平成の2年までその、方々のホッスが出現した太宰寺にずっと通い続けてきてきたわけだよ。根源として総本山って仰いで、日勧上人の仰せの通りにね。急に今日になって開山のご本尊から大聖人がいなくなったとかなんだかって話にはならんはずだろうと。そこは大いに矛盾だよね。どう思うんだと。どう説明するんだと。五所根本に説明してみろと。この五所根本はそこに使えばいいね。じゃあ五所にそれ説明してみろと。で、どうですかね。そこのお山が汚れたんだと言った場合、一教上人の話で返していく。